組んでいます。塩分取るの体に良くないしダイエットにも良くないんだけど、いっぱい食べちゃった。こんばんは。東京帰ってきてからリンさんと連絡取った？あ、昨日はでもあれかな、カエさんの LINE を教えてもらったぐらいの連絡で。まだリンさんもさ本番があるからさ、ちょっと、まあ、またリンさんが東京に帰ってきたら頻繁に連絡を取ります。なんかリンさんのご実家に遊びに行かせていただけるらしいのでリンさんね、実家が東京だから。だからさ、髪の毛伸びちゃってさ、なんかどうセットしてももうどうにもならないから、ちょっと髪を切りに行きます。髪を切りに行きます、そろそろ。こんばんは、まさとさん、くまちゃん、10個ありがとうございます。娘と息子がお風呂でかえさんの歌を歌ってる。おとても綺麗ですか。こんばんは。ふう、こんばんは。今日はすっぴんです。いや、楽しかったですね、ジョンマイラブ。でもいや、どうだろうな、なんか前の舞台の時もさ、前の舞台の時もロスしてたけど、やっぱ時間とともに解決していくのかな、このロスは。どうなんだろうな。こんばんは。こんばんは。ミキの配信あると見る？見ようかなとは思ってますけどね。気になるし、ニキの鉄めっちゃ気になるし、ニキの万次郎も気になるし、おきくちゃんも気になるし。こんばんは。なんかでも、もうなんか場所が違ったってのもでかいね。これが東京の舞台だったらまたあれかもしんないけど、愛媛の舞台ってのかなりでかいかなって思う。愛媛と行ったり来たりしてたからさ、そう、愛媛と行ったり来たりしてたから、なんか今回東京帰ってきてもなんかまた愛媛に行くような気がしてならないけど、でももうねえ、って感じ。もう行かないのか、え、本当ですかって感じですね。愛媛めっちゃいいとこだ、姫マジいいとこだった。今日息子に漂流するって聞いたら、サリンじゃないから行かないってねえ、かわいい、かわいすぎるんだけど、嬉しい、泣いちゃうよこんばんは、トメさん、クマちゃん、10個ありがとうございます。ソルンちゃんのは一度ね、愛媛まで行こうかなって思ってます。こんばんは。そう、また菜の花の咲く頃にルン鉄を見に行かなければ。そう、まあジェットスターに乗れば安いでしょう、多少は。ルンちゃん見に行くとき、なんか 2,3 日というか 3,4 日ぐらい暇があったら、サンライズに乗っていこうかなと思うけどね。寝台特急に乗りたいんだよね。なんかもうさ、交通費はジェットスターとかより高いけどさ、普通に寝台特急に乗りたいっていう目的が達成されるやんね、ついに。笑顔のおじさまの教えってなんだっけ。稽古は心を磨くことだ。
それは強きをくじき弱きを救う心だよですね、江川さんは。あれちょっと江川さんの喋り方真似してますからね。稽古は心を磨くことだ。ちょっとあの声低くしてるんで、あそこしてるんでって言ったけどもう言うことないわ。くそ、これがロスか。こんばんは。お疲れ様です。お酒飲みましたか？でも昨日飲もうと思ってたの。昨日配信終わってお風呂入って寝る前に一本飲んでから寝ようと思ってたんだけど、昨日眠すぎてショールーム終わったら一回床で寝ちゃって、1時ぐらいに起きて、あ、やばいやばい、風呂入んなきゃと思って、で風呂入ったら、いやもう眠い、ね、お酒とか入れないでも今爆速で寝れるわと思ってすぐ寝た。だから結局飲まずじまいでしたね。こんばんは。昨日は飲まなかったね。まあ、また今日寝れねえわって時に飲もうかなって。お酒飲むとね、すげえ寝れるんだよね。めっちゃ眠くなる。こんばんは。サンライズ高いんだけどさ、そのサンライズに乗るっていうことが目的なのよ。なんか、なんだろう、旅行の手段としてサンライズを使うってよりはサンライズに乗るってことが目的。私もジョン・マイ・ラブ見てたけど、うちがサヤテツとサヤテツロス、サヤテツファンロスになっちゃってました。サヤテツファンロス、やばい。サヤ、私のファンの方と仲良くなったからね、もう会えないのかっていうロスね。なかなかないロスですね。素敵です。こんばんは。サンライズ乗りたいんだよな。こんばんは。そう、乗り、どっちかというと私乗り鉄ですね。そう、乗り鉄です。こんばんは。サンライズってね、寝台特急です。東京から香川まで行くやつと島根まで行くやつがあるんですけど、途中で分かれるんだけど、岡山とかでも分かれるのかな確か。そう、寝台特急です。東京の夜に出発して朝その着くんですよ、そっちの方に。だから3、4日ぐらい休みがあったらさ、それに乗って行ってさ、香川とかちょっと楽しんでから愛媛に向かって、で次の日連鉄見て、まあその日に帰るでもいいし、その日はちょっとルンちゃんとご飯とか行って次の日帰るとかでもいいしね。まあその行きか帰りどっちかで乗れればいいしね。なんなら2回往復で乗ったら高いから、帰りは飛行機とかにすればいいしさ。飛行機ばっかりだったから知らなかった。いや多分ね、その交通手段としてね頻繁に使う人はそう多くないと思いますよ。やっぱ高いから。そう、好きな人が乗る感じですね。まああとホテルに泊まると考えたら、移動プラスホテル代と考えたらそんなに言うほど高くないしね。そう、しっかり横になって寝れるからさ、寝台特急って。こんばんは。サンライズはね、車両によるんですけど、2階建て、車両にもよらないか、別に2階建てですね、あれ。2階建てっていうか、にすごい、何、2階建てに分かれてるっていうよりは、そう、上に1部屋、下に、上に1部屋、下に2部屋、1部屋ってなってる車両もあるって感じかな。こんばんは。こんばんは。眠くなってきちゃったな。今日一日中寝てたのに、午前中ずっと、夕方3時ぐらいまでずっとなんか寝たり起きたりしてたんですよね。
ちょっとさ、お風呂上がり暑かったけど寒くなってきたから上着をちょっと上持ってきます。さすがに寒くなってきた、湯冷めしちゃうからね。これじゃない、あれどれだ、これか、もう埋もれてる。葉月さんに歳月のブロバンドにサイン書いてあげたの羨ましい。そう、葉月さんにも書いたし、音響のね、めちゃくちゃ私のこと可愛い可愛い言ってくれたね、よくしてくれた音響さんがいるんですよ。音響さんじゃない、照明さん。そう、照明さんがいて、その方も買ったよって言って、書いてって持ってきてくれて書いてあげた。嬉しかった。こんばんは。斉鉄選手録終わったのにぼっち劇場ファンの人たちが引き続きここに来てくれるの嬉しすぎ。いや、そうなんですよ。なんか斉鉄を超えて私のことまでこう応援してくれるようになったのが嬉しいですね。またぼっちゃん劇場に帰れるといいな。もう帰るって言っちゃってますからね。最鉄ファンロス受ける。こんばんは。照明さんはね、オペレーションしてる人は違うかな。オペレーションオペレーションは多分音響さんかな。照明さんはね、なんか照明部屋みたいなところがあって、女性、照明さん全員女性なんですよ。3人か4人ぐらいいるんだけど、全員女性の方でね、なんかすげえ可愛がってもらいました。嬉しかったでーす。こんばんは。のびのび座席は特急料金だけ。なんか女性一人でのびのび座席はあまりこう、なんだろう、ちょっと危なかったりするらしいので。しかもさ、その移動として乗りたいわけじゃなくてさ、体験として乗りたいから、普通にソロとか撮りたいかな。こんばんは。こんばんは。今お話し会の再販中。嘘、もうさやが知らない場所で再販してるんだから、いつも。皆さん、お話し会の再販中です。ぜひ一度お話しに来てみませんか。どうですか。お待ちしております。家からね、私とお話しにできますので、ぜひ。この1月分です。1月分、いつでもぼっちゃん劇場に Welcome home。 うわー、そのさ、いっぱい来てくれてるからさ、そのもうセリフをみんなが知ってくれてるのが嬉しいよね。そのいっぱい来てくれてるからこそのセリフを覚えてくれて、こう使ってくれるのがなんかこうしみる。うわーってなる。3期ね、読んでくれないかな。本当にメールの題名見たら竹蔵ボイスが脳内再生された。 Nervous ね、 Nervous。ブーの発音マジ竹蔵とさえそっくりだと思う。 Nervous、 直に船で、ね、ナーバスの言い方マジ上手だと思うわ。こんばんは。こっちゃん劇場通販でグッズ買いますか。
全部ではないですけど、パンフレットと漂流ライトは変えると思い、変えたと思います。この前見た時はちょっと増えてるかも、わかんないですけど。こんばんは。いや、一人で全役やろう。いや、全部のセリフは覚えてないわ、さすがに。多分一人で喋ってる長ゼリフとか全然覚えてないわ。その会話はなんとなく覚えてるけどさ。カエさんが一人で喋ってるやつとか多分全部言えないもんな。あ、なんかジョン先生は先生の先生だ。ほら竹蔵、感謝、あんた感謝しなさい。さもなければ罰が当たりますよのところとか多分最初の方言えないし、あと最後の船長の言葉とかも多分言えないからな。うろ覚えだな。我が最愛の息子万次郎、素晴らしい頼りをありがとう。うん、ちょっとすごいところどころしか覚えてないわ。つなげて覚えてないわ。今船長のセリフ飛び飛びで覚えてる。あそこ死にながら聞いてるからね。リンさんと年近いんですか。リンさんね、25とかなんで5歳差ですね。5歳が近いか遠いかは皆さんの判断に任せます。万次郎の長ゼリフは気持ちこもってるから結構そのまま脳に入ってる。万次郎の長ゼリフは江川さんが死ぬシーンだったとしたら、申し上げたきことがございます。なんか私塾を構えさせていただき、素晴らしい弟子たちにも恵まれました、まことかたじけのうございましたみたいな。飛び飛びだな。万次郎も飛び飛びです。いや、これを機に賜った幕臣の身分をご返上いたしとうございまするみたいなこと言ってるよね。あー、全然覚えてないわ。全然覚えてない。あの、すんごい飛び飛び、超飛び飛びだよね。今思い出せるな。自ら望んだ職に就き、望んだ仕事に就くフリーダム、なんとかなんとかなんとか、それはすべて禁じられたものです。で、なんか我が使命と心に決め、万次郎は帰国してまいったのでござりまする。ちょっとあんま覚えてなかった。超飛び飛びだわ。こんばんは。男女関係なく誰の役をやりたい。誰だろうな。誰だろうな。誰だろう。今考えてる。いろんなシーンを思い出して。どのシーンやりたいかなって今めっちゃ考えてる。ゆきち楽しそうだよね。ゆきちラップやりたいさ。ラップ、ラップやりたいです。ラップやりたいからさ、ゆきちやりたい。
あの時の万次郎の目力すごすぎる。なんかあの時の万次郎彫刻みたいな顔してないですか。いつも思ってた、いつも芸術みたいな顔してるなって思ってた。江川様が死ぬ前のなんか決心した顔、彫刻みたいな顔だなってずっと思ってた。セリフと振り覚えのどっちが大変ですか。え、圧倒的セリフですね。まあでも、いや、やっぱり鉄が一番そのいいなって思うけど、鉄以外だったら諭吉ですかね。竹蔵はちょっとふんどし履かなきゃいけないからちょっとしんどいですねこんばんは。諭吉良くない？14回、そう14回転換あるし、なんか細かいの見たら16ぐらいあるっつってたね。え、違う、もっとあるわ。なんか何回つってたっけな。そう、なんかめっちゃあるって言ってたね。そう、私は死ぬ時は高殿みたいに鉄に抱きかかられて死にたいですウケる、いいよね。なんかでもさ、高野城もさ、なんか死ぬ時に好きな人の腕の中で死ねて幸せだ、まあ辛いけど幸せな一瞬ではあったよね、きっとね。こんばんは。なんか諭吉がさ、2期からはさ天野さんがやるからさ、神田さんが天野さんになんか転換一覧を書いた紙みたいなのを渡してて、なんかこれぐらいの紙、 B5 ぐらいの紙にベッシーって書いてあってさ、うわめっちゃ大変じゃんこれってちょっと見せてもらって思いました。そう、やばすぎと思って。こんばんは。めっちゃしんどそうだった。しかも神田さんめっちゃ字綺麗でさ、天野さんがすげえ感謝した、いいのこれ大丈夫もうもらっちゃって、そう、仕事ができる男と仕事ができる男の交換でしたね。こんばんは。天野さん転換やったことないから大変って言ってた。そう、あのさ、万次郎と鉄はマジずっと忙しいから転換ゼロなんですよ。転換してる暇がないから。そうだからね、だからこれでさ転換もあったら多分パニックになってたと思う。転換とか頑張れないと思う、絶対閉じると思う。なくてよかったと思ってる。しかも鉄は小道具少ないから、小道具も転換も鉄はめちゃくちゃ少ないんですよ。もうそんな余裕がなくて、常に自分で持ってくのも江川様のお薬と、あれだ、江川様の汗拭く手ぬぐいと、東一郎とブーケだけ。めっちゃ少ないんですよ。こんばんは。そう、その分着替えがめちゃくちゃ多い。衣装がすごい多いですね、てっちゃんは。何回着替えてんの？だって頭で袴着てて、その後お着物に着替えて、で見た目は何も変わってないんですけど、なんかあの M 級でおはしょりするから中を着たり脱いだり結構してるんですよ、あれだし。今頭も変えてるし、頭の髪飾りで2幕で、2幕のかつらと服に変えて、
2幕が多いんだよね。その後中にクロス雑誌の服を着込んで浴衣着て、でステージ上で浴衣脱いで、でまたステージ上で浴衣を着て、そしたら病室のシーンの浴衣を着て、最後にウェディングドレスを着て、お着替えが多いですね。キャプテンが出てきてから鉄のベッドを引いてるの誰か問題議論したけど誰か分かんなかった。アンサンブルの2人だよ。すごいね、もう知ってる人がいるのがおもろすぎるよね。全部把握してるやん。こんばんは。私の出る幕なくコメント内で今解決してたのね。2幕のお着物のブラマイド美味しかった。いやわかる、2幕の着物一番いいよね。あの色合いと2幕の着物の方がちょっと暗い赤、ちょっとこうなんだろう、渋めの赤、ワインレッド的なのがちょっと入った濃いめの落ち着いた赤なんですよ。そう、だからそっちの方が最後は好きですね。1幕の着物はちょっとオレンジがかった鮮やかな赤みたいなやつなので、まあ、あれはあれで可愛いんですけど、なんか2幕の方がこう帯も緑だし色が可愛いよね。 MQ だっけ、着物を直すのサリンが一番丁寧。え、あの着物直すのに丁寧とか丁寧じゃないとかありますか。すごい、そんなとこまで見てくれてるのね、嬉しい。そんな丁寧丁寧丁寧度に違いがあるのは知らなかったですな。本当ですか。まあでもいくらね、おてんば娘のてっちゃんといえど最低限のなんていうの、 和服の所作みたいなのはきっと親から学んでると思うし、まあ武道やってる子だしね。そう、武道やってる子だからあれかなと思って、きっと知ってるだろうなと思ってて、だからこうちゃんと所作をきれいにするところはきれいにするみたいなのはめちゃくちゃ心がけてた。なんかそのきれいにするところもちゃんとやらないとさ、本当にただのね、ただのなんかやからみたいになっちゃうからさ。できるだけだから着崩れないようにしたりとか、そう結構気を使ってましたね。二幕の桜柄赤、め、わかる、柄も可愛いよね。着物とかの所作はみんな違う。あ、そうなんだ。所作で難しかったこと？でもなんか大股で歩くとバサバサなるんですよ、着物って。やっぱこう足元とかはさ、一枚の布がこうなってるだけだからさ、足をこう大股で歩けないっていうのはなんか、普段さえは超早歩き大股マンなので、ちょっと気にしてましたね。でもやっぱそのなんていうの、大股で歩かなきゃいけないシーンもあるので、そこの塩梅ですね。塩梅ですね。一番感じたのはトークショーの時の足の開き方。え？足開いてました？誰か、私かな、私開いてた可能性全然あるな。こんばんは。気にしてたけど気づくと開いちゃう時あるからな。お腹空いてきちゃった。でなんか着物の所作結構気にしてたのは、座る時の手のこう着物へのこうかけ方と、歩いてる時に着物が着すぎないように押さえてたのと、あとね、
とは袖、袖の座るときにちょっと袖フシュってやってちょっと巻き込まないようにしたりとか、あとはね、多分私が一番着物着崩れてなかった率高いと思うんですけど、シーンシーンで、でな、はけてから次出てくるときには治ってたことが一番多いと思うんですけど、はけるたびに自分で直してました。帯落ちちゃってくる、な、踊ったりするとやっぱ帯落ちてくるんで、もうグッと上げて、こうなんか帯のここになんかさ縛ってるやつ、これをこう綺麗に入れなきゃいけないんだけど、やっぱ動いてると出てきちゃうの、こう入れたりとか裾直したりとか、ずっと直してた私、履けるたびに直してた。やちさん、かわいいギフト10個ありがとうございます。こんばんは。るんちゃんの説はイメージしやすいんだけど、アドの2人のイメージがなかなか湧いてこない。そう、私もあやねちゃんとは、ゆうなちゃんの説ってイメージできないなと思ってたんだけど、稽古で2日間だけ私稽古一緒にこの前いさして、1日と2日いさしてもらったんだけど、イメージできなかったけど、やっぱやってるとこ見ると、あ、新しい鉄だなって思う。鉄に鉄を感じたので、なんか新鮮でしたね。こんばんは。なんかね、最初に言われたのが、最初じゃないかな、途中ぐらいで言われたのが、やっぱ和物の時はどうしても着崩れてしまうと、洋服とかと違って着崩れてしまうから、しまうけど、それはもう昔、江戸時代とか、まあ、今回江戸時代が舞台だから江戸時代なんだけど、江戸時代も別に着崩れるものだったから、普通になんか生活してる中でちょっとこう着物直したりとかするのは、それがむしろ自然みたいな、そう、直したりするのが自然だから、別に舞台上でこうキュッキュッと直しても別に変じゃないよって言われて、そう、それを聞いてから、そう、確かにそうだよなと思って、今現代はさ着物を着るって習慣があんまりないからピンときてなかったけど、確かに昔の人はことあるごとにちょっと着崩れてきたなと思ったら、それは生活の中で直してるよなと思ってからは、本当に綺麗に着れるようになって、そう、結構がっつり踊るんだよ、足を開いて。こんばんは。おきくちゃんからかんざしをもらうシーンがあるけど、梅の花がついてる、あれ何の花なんだろう、確かに梅の花っぽく見えるけど、何の花の飾りなのかちょっとよく分かんなかったですね、すいません、お花に疎いものでして。後半特に着物も歩き方も綺麗になってましたよ。そう、やっぱね、慣れてくるんですよね、だんだんね。あ、そう、襟元もずっと直してたわ。なんか中に襦袢なんだっけ、そう、襦袢を着てるんですけど、着物の中にこうもう一枚、あれがこう両方左右ともこう同じ幅でこう綺麗に出てるのが一番綺麗なんです。で、後ろはこう首を抜いてこうちょっとこう隙間ができるようにやる着物は、そうやって着るのが一番綺麗なんですけど、動いてて、やっぱあの襦袢がこう中に入っちゃったりとか、逆出すぎちゃったりとか、左右バランス悪くなっちゃったりとかするんですよ。それをね、こう履けるたびにこうやって直してた直してね、やってましたね。懐かしい、もはや懐かしい、ずっとやってたわマジで。一生履けてる間ずっと直してた。そう、いかに綺麗に見せるかっていう。舞台見てる中でいろんなシーンで指先までしっかり意識してるんだろうなってすごい感じた。やっぱね、指先も感情が出る場所ですからね。そう、普段着物着て椅子には上がらない。そうですかね、むしろ普段の方があれじゃないですか、椅子に上がることは今は多いじゃないですか、今
私服でお着物を着てらっしゃる方とかは、それこそ電車乗ってらっしゃる方も多いし、昔もね、まあ、江戸時代まではさ椅子っていう文化がなかったけどさ、あのなんだろう、鎖国、それこそ鎖国解いてからはいっぱい西洋の文化が入ってきたから、そう椅子便利やんってなって結構ちゃんと座ったりとかしてたらしいからね。まあそのなんだろう、偉い人とかだけだと思うけど、一般の人には全然普及してなかったと思うけどさ、こんばんは。葉月たちが着せる打ち掛けの着方好きやった。あー、葉月さんと凛さんが着させてくれる打ち掛けね。あの打ち掛けめっちゃ綺麗だよね。マジでさ、なんか江戸の町みたいな柄なんだけどさ、すんげー綺麗だなと思って。なんかでも私その 和的な結婚式ってあんまり知らなくて、もともと打ち掛けを着るっていうのは今回初めて知った。なんかあの白むくでしたっけみたいな、こういう白いやつを着るのは知ってたんだけど、なんか神社とかで結婚式するとあのそれこそチャペルのウェディングじゃない方のやつね、打ち掛けっていうものを今回初めて知りました。打ち掛けって言葉をなんなら初めて知りましたね。こんばんは、また一つ勉強になりました。ベッドに寝てアンサンブル2人に運ばれて去る時ガクンってなることあった。あー、何回かありましたねあれね。床がさ、その真っ平らの床じゃない、シートが引いてあって真っ平らの床じゃないからさ、調子悪いとガクンってなるんだよね。こんばんは。こんばんは。さあ眠くなってまいりました。なんかもう愛媛生活してると早い時間に眠くなるんだよな。今まで東京だとさ3時とかに寝てたのにさ、それがまあ行かれてるっていうことはあるんだけど、3時とかに寝てたから3時ぐらいまで余裕で起きてたんだけど、愛媛行くとさすごい寝るの早くなるのよ。眠くて今日とかさ10時半まで寝てたし、12時から3時ぐらいまでも寝てた気がするのにな。寝すぎです今日は。寝すぎです本当に。みんなも寝すぎには気をつけましょう。明日買い物行かなくっちゃな。食材も買いに行かなきゃだし、洗剤とかも買いに行かなきゃだし。相当疲れてるんでしょうな。こんばんは。明日は早めに起きて一日長く過ごそう。早く寝て。こんばんは。ベッドに行くときの暗幕うまくやってるなと思った。恥ずかしいからそういう見方やめてよあの裏スタ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 って私歩いてるんだから。あの横内先生の元気な鉄をその暗転中でも見せたくないっていう配慮ですよね。田所さん雪だるま2個ありがとうございます。明日は5日、明日もレッスン、明日も休みです私。東京帰ってくるとさ、なんか休みの日多すぎてさ、それが一番病むんだよね。マジ愛媛にいると週1でしか休みないから、それがね精神安定剤ではあった。
仕事があるってのは幸せなことですね。大根フルスイングは最適が一番重いと思う。別にあれ決まりではないですかね。私が勝手にフルスイングしてただけで決まりではないんですよね。そう。こんばんは。はい、どう考えてもあくびしすぎです。こんばんは。野菜は全部は投げたことない。そうやね、多分野菜あんま投げない人だったんですよ。なんか投げるの難しくて投げてなかったです。そう、それより万次郎にガンを飛ばしてました。なんかやっぱちょっと万次郎の方が背高いから、下から覗き込む感じで、あーってやってた。なんか千秋楽ぐらいはいっぱい投げようかなって思ったけど、でもいっぱい投げてなんか失敗しても嫌だから、毎日やってたことを大切にやろうと思って。そう、結局毎回大根2本でしたね。あまちゃん全部投げるの得意なんですよ。あまちゃん投げるの得意です。羨ましかったですね。こんばんは。はじめまして。はじめまして。メンチの切り方進化してた。そう、メンチ切るのね、だんだん上手になってたんですよ。それな、私もそう思う。メンチ切るの上手になってた、だんだん。さやもそう思ってた。やっぱ思った？なんならメンチ切るの楽しかった、途中からね。こんばんは。千秋楽の裏話なんか昨日話してないのもっとあるかな。天野さん、サリーのために2センチ、あ、そうそう、靴に、あのウェディングのシーンで、ウェディングのシーンだけですよ。それ以外のシーンは私もヒール履いてないから、私もぺったんこだから、万次郎もぺったんこで行けたんだけど、ウェディングのシーンだと私がヒール履いちゃうから身長差がだいぶなくなっちゃうから、青野さんシークレットブーツ履いてくれてましたね。はい。のそう、懐かしき。でも千秋楽は本当に丁寧に、なんか今日だからなんか変えようとか思わずに毎日やってきた、成長させ私の中で作り上げてきた鉄を大事に生きようと思ってやってましたね。まあ、いかんせんちょっと感情があいつもより入るなっていうシーンはありましたけど最後ということもあり、最後のありがとうのセリフとか万次郎に言うっていうよりは、なんか全ての人の心の中に言う感じで言いましたね。中の人にまで届くように言いました。なんかアイラビューがいつもより可愛くなっちゃった気がしましたね、言い方がそれは自分で思ったけど、どうですかね、見ていただいた方にはどう伝わったか分かんないですけれども、懐かしいですね。もう昨日はね、最後のセリフ泣いてるのかと思ってドキドキしてた。あの時はねまだ泣いてなかったですね。セーフ。リハではあのシーンでもう大号泣してた。そう、マジリハマジ泣いたわ。恥ずかしい、恥ずかしい。めっちゃ泣きながら言ったもん。リハの時は泣きながら
セリフも言ったし、泣きながら歌ってた。ボロボロ大粒の涙を流しながら撮ったけど、本番は泣かなかったですね。なんか本番は、それこそだからリハ中はなんか盾の時もなんか、あ、この景色こっから見るの今日で最後かと思ったら、ちょっと込み上げてきちゃったんだけど、そう、本番はやっぱ鉄になってるから、リハ中はやっぱさ、さやかがいるからさあれだけど、本番はやっぱ鉄になってるから、なんかもう鉄の感情が心にあったから、なんか泣きそうになるとかは別になかったですね。あの最後のさ、死ぬ前の楽しかったねみたいなシーンのところは鉄も泣きそうだから別に泣きそうにはなってたけど、そう、それ以外のシーンでなんか余計な感情が込み上げてくることはなかったので、あ、ちゃんと鉄として生きれてるんだなって思ってた。すごい楽しかったしね、昨日一公演。マイクをつける位置は各々が決めるの？そうですね、各々が自分の響き方に合わせて決めます。人によります。私は結構もう普通にオーソドックスにここに、この辺につけてたし、万次郎は結構もう口元ギリギリにつけてたし、佐藤さんとかは、佐頭さん骨、頭の頭蓋骨の骨で響く人だから、この骨のところに置いてたし、ここ骨あるじゃん、ほっぺの骨が、ここに佐藤さんは置いてたし、カエさんは上の方に響くのでおでこから出してたし、翔太さんは汗で水没ここがしやすいんですよ、汗かく人って。だからなんか最初はここにつけてたけど、そう、本番始まってからここに変えてました。リハの稽古の時はここにつけてたけど、そう、途中からここに変えてたね、水没しにくいからね。あとは他の人はでも普通にここかな。変わった人はあとはあんまいないような気がするけど、人によりけり、人の響き方とか、まあ、汗とかによりけりですね。こんばんは。寒くなってもやっぱり汗だく。私はなんか明らかに冬になって汗かかなくなりましたけどね。でやっぱ最初の夏に近かった頃、9月は朝出てないか、9月のめっちゃ後半か、私出たのとかはやっぱ汗かいたって言っても、なんかあんまり顔とかに私かかないので、舞台中は背中とかかいてたけど、11月後半とかは背中もなんか全然でした。なんかむしろなんか常にまっさらでした。そう、パウダーはたいたみたいな感じでした。ずっとサラサラだったね、な時期もありましたね。ケンさんこんばんは。こんばんは。2日3日はでも汗かいてたかな、私も。2日3日なんかちょっと舞台上が暖かかったというか暑かったんだよな。あと2日はね、いろんな意味で汗かいたっていうのもありますけど、1日か1日、2日はそんなか、まあ、でも2日もミスんないようにって思ってたから汗かいたか、まあ、1、2、3、12月1、2、3は汗かいたかな。私も顔以外の背中とかにいろんな意味の汗をかいたかな。3日は普通に多分なんだろう、張り切ってたから汗かいたってのはあるかな。こんばんは。そう、まあ汗問題はね、門弟3人
モンテじゃない、春血たち3人と万次郎は汗っかきなのでね、いつも汗がすごかったです。フリーダムイクオリティ M 級の時とかみんな汗すごいなって思って見てた。さえは汗かかないから。みんな汗っかき、代謝がいいですね皆さん。そう、千秋楽ノーミスだった。私噛まなかったし、なんかミス何にもなかったね。マジで超丁寧にやりました。絶対にミスらないぞ、千秋楽ぐらいはマジでノーミスでいくぞと思って、うん、いけた。あねえ、よかったって感じですね。そう、1,2 とね結構噛んじゃったりしたので、めっちゃ丁寧にやりましたね。何回か頭にセリフ浮かばない時とかあったけど、口が勝手に回ってましたね。次のセリフなんだっけって脳みそが一瞬になってもちゃんと口が喋ってたから、そう、危なかったです。やっぱ飛ぶ時もあるよね。こんばんは。しかも3日はね、公演前にめっちゃ口回しといたんだよね。絶対噛まないぞと思って。口が回らないんですよ、ちゃんと朝にいっぱい口を動かしておかないと。こんばんは。楽しかったな。あと5公演か、ジョンマイラブ一期。みんな頑張ってくだされ。あと5公演、あと1週間後、12日だから、まあもう1週間もないか、あと6日後にはリンさんたちも東京に戻ってくる。まあ10日後に終わって何日かしたらこっちに戻ってくるので、またご飯に、ご飯もしくは飲みに行きたいですね。12日サイリン来れない？まだね、ちょっと分かんないんですよね。行くとしたらどうやって行こうかなって感じ。そう、土日、そうなん、土日だから飛行機がさ高いんですよ。それな、思った。しかもなんか夜行バスもなんか直行便がなくて、なんか神戸かどっかで乗り換えしなきゃいけないから、なんか朝公演に間に合わなそうなんですよ。朝公演なんですけど最終日だから、なんかどうやって行こうみたいな。前日入りしかないんですけど。そんなことあると思って。乗り換えきつすぎん？ある？なんかこの前調べたらさ、なんか乗り換え便しかないなかったんだよね、12日。そう、ちょっともう一回調べてみますね。でも乗り換えってさ、乗り換えの1時間半ぐらい、マジ何しようってなるやんね。うち社長のポケマ、いやー、さすがに千秋楽遊びに行くのは全然ゴリゴリの自腹ですね。ゴリゴリ自腹ですね。いや、直行便なんか12月なさそうだったよね。埋まってるから出てこなかったって可能性はありますね。そう、結構そう、12月の頭
今も12月の頭かに調べたけどなさそうだったから、ちょ生き方に悩んでいます。まあ別に前日入りして松山で遊ぶってのもありですけどね、11日にあの仕事が入らなければねっていう感じですね。どうにかしていきたいところではありますけれども、13がちょっとお仕事入ってるっぽいので、その仕事の時間にもよりますよね。12日に行ってさ、せっかくならみんなとなんかご飯でも食べたいけどどうかなーって感じ。飛行機もさ、ジェットスターなんか朝便めっちゃ高かったんだよね。1万6000円とかしてたから、ジェットスターでもそんなに高いの?と思って。飛行機で行くなら前日ですね。前日の夜のやつ乗ったらめっちゃ安かったから、半額以下だったからさ、その1万6000円の。まあちょっとどうにかして顔出せたらいいな。なんか昨日帰る直前になんか天野さんに12日千秋楽で来るの?ってなんかわざわざ聞かれて、あなんか来てほしいって思ってもらえてるんだったら来ようかなってなんか思ったんですよね。そうジェットスターが1万6000円ぐらいしてました。青野さんインスタライブでもそれ言ってた。マジ?青野さんいつインスタライブしてたんですか?見てないわ見てないな。別に毎回見てるわけじゃないんだけどたまたま何回か見ただけなんですけど、割と前のやつ。すげえなんかね気にかけてもらっててありがたいですね。どうやって行こうかな。いかに運賃を安く済ませられるか問題発生してるけどね今。さすがに愛媛までは高いのよね。なんか今までお仕事で行ってたからお金のこととか気にせずにさ行かしていただいてたけど、会社のチケットで、さすがに自腹となるとこ慎重に選ぶよね。何で行こうかなみたいな。夜行バスで来たって言ったらみんなビビりそう。え、夜行バスで来たの?今調べたら夜行バスあった。マジ?ちょっともう一回調べよう。伊予鉄ね。OK。伊予鉄バス。おいくらぐらいですか?ちなみに。1万円しないのかな ?1 万円しなかったらいいな。サリンが思ってる以上にみんなサリンが好きってこと。なんかさ、こんなにさ、ね。可愛がってもらうことのじなさすぎてさ、一生この現場にいたいわと思った。いやでもさ、そろそろですよね。もう二十歳も超えてきたから、そろそろ可愛がってもらえない年齢になってきちゃったから、ちょっと辛いですね。一生可愛がってもらいたい。12,300円、いい値段しますね。高いな。そしたら前日にジェットスター乗った方が安いな。羨ましい。こんばんは。夜行バス高すぎるんですけど。夜行バスなのにもうちょっと安くいてよ、頼むよ。こんばんは、頼むよ。まあ、距離がありますからね、さすがに。夜行バスもね、夜行バスはね全然ね、あの余裕なんですよ。慣れてるから何回も乗ってるし。そう、
まあさすがに東京愛媛の距離は乗ったことないけど、どこでも寝れるタイプの人間なんですね。マジでどこでも寝れるから、なんか夜行バス全然体力的には余裕なんですけど、そのさ数千円しか変わんなかったりすると飛行機乗ろっかなってちょっと思うよね。バスで高知行ったけど寝てたら着いた。そうだからさ、バスでも寝れる人だったら多分超余裕ですよね。そう、当日は遅れもあるから前日入りがいいかも。まあ、そうですよね。でも千秋楽浜ちゃんがやってんの見たらなんか辛い涙が出そう。辛い方の涙が出そう。うっ、って千秋楽ええな、うっ涙がってなりそう。見たい気持ちと見たくない気持ちがこうある。愛媛までの船以外の交通手段は全部体験した。なんか船だと17時間ぐらいかかるってマネージャーさんが言ってましたよ。あ、ほぼ1日やんけって思いましたね。千秋楽絶対やむよね。でも浜鉄ずいぶん見てない気がする。前回見たのいつ？えらい前だよね。ヨコちゃんは見たけど、浜ちゃんは久しぶりな気がする。もし見るとしたら。船旅は楽しいけどね。いやー楽しいですよね。でもね、ダメなんです私。船乗ったら多分泣いちゃうと思う。だってさ、飛行機、帰りの飛行機でなんか海の上通るから海見るやん。ちょっと涙出てきたもんね。うる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 ってし始めた。海で海でうるうるしてても何がきっかけなのって感じなんだけど。こんばんは。なんか漂流っていうかさ、なんか海が、まああと海見る機会がないから、なんか愛媛で海見るのもこれが最後かみたいな。ちょっときつかったね、帰りの飛行機。眠かったからめっちゃ寝たけど、乗って15分ぐらいはきつかったね。眠すぎてすぐ寝たけど。スカイメイト使えるんじゃない？スカイメイトなんてあるんですか？ちょっと後でいろいろ調べてみよう。いかに安くできるかっていう戦いなんで。まあそんな感じで、そろそろ終わりにしますか。さやかちゃんの眠気も限界だし、時間も1時間超えてたし、今布団入った爆速で寝れるな。ちょっとコンタクト取んなきゃ。コンタクト今日取んの忘れてた。じゃランキング読みますね。あ、くしゃみ出そう。出ない。13位バイク小僧さん、ありがとうございます。12位立山健健さん、ありがとうございます。11位ともちさん、ありがとうございます。11位安将軍さん、ありがとうございます。9位健健さん、ありがとうございます。8位わさっぴさん、ありがとうございます。7位やすさん、ありがとうございます。6位ピアノマンさん、ありがとうございます。5位マンダリンさん、ありがとうございます。4位まさとさん、ありがとうございます。3位やちさん、ありがとうございます。2位田所さん、ありがとうございます。1位はとめさん、ありがとうございます。ではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。